西シベリアにおける石油化学コンビナートのための仮想地盤開発気象はソビエト連邦の気象。1978年7月28日に制定。西シベリアにおける石油化学コンビナートのための仮想地盤開発気象はその名の通り西シベリアで石油化学コンビナートのために仮想地盤開発事業へ積極的に参加し、油田やガス田の調査。 開発、産出された石油やガスの管理、産業施設や労働者の住居建設、輸送ルート構築、エネルギー供給、石油、ガス産業の研究、ソビエト共産党、労働組合、コムソモールへの貢献などに少なくとも3年間従事した人物へ授与された。西シベリアにおける石油化学コンビナートのための仮想地盤開発基礎は、 ロシアソビエト社会主義共和国最高主席団の提案により、ソビエト連邦最高会議での決議を受け制定された。気象の申請は、企業や団体などが、党や労働組合、コムソモールや地区の党組織などを通して行われていた。気象は左胸に配用し、ロシアソビエト社会主義共和国連邦ひくろ、第一改変気象より、会に置かれた。 西シベリアにおける石油化学コンビナートのための仮想地盤開発気象は王道製でメダルの直径は 32mm である。メダル表面には石油リグ、ガスタンク、パイプ付設器を背景にソ連のシンボルである釜と土が描かれている。また円周に沿って税、税という文言と星が刻まれている。裏面には五角形の形に拡散する光線を 背景にしての文字が刻まれている。また、その下には月経樹と白溶が交差して配置されている。メダルには五角形で幅2 4ト、mm、ルのシルクモアレリボンが付属している。リボンの両端6ト、mm、ルは黄緑色で縁取られ、真ん中には同じく6ト、mm、ルで青の線が引かれている。黄緑と青の線は 互いに1ト、mm、ルの白線と2ト、mm、ルの黒線で仕切られている。a v z z 2 8百9 7 8ありがとうございます。